リー。みなさん、世界不思議ハンター、葵です。今日はイタリアのピサ市に来ました。イエーイ。ピサといえばピサの斜塔。シャトーが建ってるところは地盤が大変ゆるく、10メートル建てた時点で地盤が傾き始めました。その後工事は一時中断、間隔を空けて第2工期、第3工期と工事を続けてきましたが、結局傾きを直すことはできず、塔が傾いたまま完成しました。これで傾いてんのかな。まっすぐに見えるけど、葵が思ってたほどは傾いてなかったけど、これからもっと傾くとか傾かないとか、もっと傾いたらまた来たいと思います。以上、世界不思議ハンター葵でした。